大井川橋は、静岡県の大井川に架かる橋梁である。同名の橋が複数あるため、本項目では、以下の橋梁について解説する。大井川鉄道大井川本線の大井川第一、橋梁大井川第四橋梁新東名、高速道路の新大井川橋国道1号の、新大井川橋静岡県道381号。 島田岡部線の大井川橋東海道本線の大井川橋梁東海道新幹線の大井川橋梁東名高速道路の大井川橋、大井川第一橋梁より下流の橋の右岸は島田市である。5と6の中間には、宝来橋、島田大橋、谷口橋が7の北側には羽ばたき橋がある。大井川鉄道大井川本線で、 大井川をまたぐ橋梁は4本あり、起点である、金谷駅側から第1、第4とナンバリングされている。第2橋梁より、上流は、川根本町。大井川第1橋梁大井川第2橋梁大井川、第3橋梁大井川第4橋梁国道1号、島田金谷バイパスの道路橋梁全長890メートル。 1971年12月共用開始。北側に歩行者、自転車用の橋が並行している。対面通行の元橋がボトルネックとなっており、問題解消に向けて2012年度に4車線化が事業化された。大井川橋静岡県道381号、島田岡部線の道路橋梁。全長線26メートル。対面通行。 南側に歩行者、自転車用の橋が並行している。日本百名橋の一つ、東海道本線の鉄橋、島田駅金谷駅間にあり、上下線2本が並行している。東海道新幹線の橋梁、静岡駅掛川駅間にある。左岸は藤枝市、右岸は島田市、東名高速道路の道路橋梁、 八重洲インターチェンジ、吉田インターチェンジ間にある。左岸は、八重洲市、右岸は、島田市。最下流から3番目の橋である。ありがとうございます。